なんかもう今日酒浴びるほど飲みたいっすわ。どうしたんだよ。じゃあジャズ聞く。初恋の人ってどんな人でしたか？じゃあジャズ聞く。過去辛い時どうしてました？そんなことよりジャズ聞く。明日会社で大事なプレゼンがあって緊張するんですけど、どうしたらいいですかね？そんなのへでもねえよ。そういう時はね、ジャズ聞く。羽賀さんの将来の夢を教えてください。教えてやろうか。そんなことよりジャズ聞く。羽賀さん、俺どうしても好きな子に告白できなくて。俺に相談してくれよ。そういう時はジャズ聞く。昨日親友と大喧嘩しちゃって。あっそう。そんなことよりジャズ聞く。羽賀さんの趣味って何ですか？教えねえよ。とりあえずジャズ聞く。羽賀さん、寒くないんですか？教えてやろうか。じゃあジャズ聞く。もう会社の上司うざすぎますわ。なるほどね。とりあえずジャズ聞く。財布拾ったんで交番行きません？このままもらっちまおうぜ。そんなことよりジャズ聞く。羽賀さん、宇宙ってどんなところなんですかね？興味ねえな。じゃあジャズ聞く。そろそろ彼女欲しいっすわ。エッチしてよな。じゃあジャズ聞く。羽賀さんって身長何センチですか？めっちゃ高えよ。じゃあジャズ聞く。ちょっと漏れそうなんでトイレ行ってもいいですか？飲ませてよ。じゃあジャズ聞く。そろそろ転職しようと思ってて。やめちまえよ。とりあえずジャズ聞く。実は来年留学するんですよね。行かないでよ。そんなことよりジャズ聞く。ジム行きません？強盗にしようぜ。じゃあジャズ聞く。羽賀さんのチンコって何センチあるんですか？しゃぶりたい。とりあえずジャズ聞く。いや聞かねえよバカ。